小高淳中は、日本の豪農、志士、実業家。富岡製紙場の初代上長、第一国立銀行仙台支店支配人などを、務めた。忌味縄はじめ厚高、後に淳中と改めた。淳中の読みは、淳中とも。通称は慎五郎、郷は、愛好。小高淳中の聖火岡部半寮の武蔵国、半沢軍ベタ、経営村に、 名主の小高勝五郎安高の子として生まれた。淳中は、幼少時から学問に引いて、自宅に、私塾の小高塾を開き、17歳から、幕末の頃まで、金号の子弟たちを集めて、官籍などの学問を教えた。淳中に教えを受けた一人が、渋沢栄一である。淳中の母、八重が栄一の父、渋沢一郎右衛門の姉であり、 順中と栄一はいとこであった。また、後に順中の妹、千代は栄一の最初の妻となり、順中と千代の弟、平九郎は栄一の幕臣時代にその見立て養子となった。剣術については、叔父の渋沢宗介が開いた、神道無念流道場、連武館に入門し、弟の小高長七郎、重帝の渋沢栄一や渋沢木桜と共に稽古に、 励んだ。若い頃は、三戸学に大きな影響を受け強烈な尊王上位思想を持っており、文久三年に、英一らと共に高崎城を襲撃して武器を奪い、横浜外人居留地を焼き打ちにした後、長州と連携して幕府を倒すという計画を立てるが、長七郎の説得により中止した。後に、栄一や聖一郎は徳川慶信に仕え、 一橋家家臣から将軍直臣となり、その縁で、順中にも、吉信から声がかかるが、慶応4年1月の母親戦争の勃発により、目通りは実現しなかった。母親戦争の際、順中ははじめ、渋沢誠一郎を頭取に、旗揚げされた、将棋隊に、平九郎らと共に参加する。その後、内部対立から誠一郎、 平九郎らと共に脱退し、彼らと新部隊を結成して、武蔵国に高来軍反応の農人寺に陣営を築き、同年5月23日に官軍と交戦するが、敗退する。この戦いで平九郎は自決し、順中と正一郎は、上州方面に落ち延びて、伊下保、草津に潜伏した。ついで、順中の長芋も道が、 大川平米のこの収蔵に嫁いでいる縁を頼り、前橋の大川家に身を寄せた。その後、聖一郎は、江戸に向かいへの元竹焼率いる、旧幕府艦隊に合流して函館まで転戦したが、順中は機会を見計らって密かに郷里の下手系、村へ帰還した。明治維新後、大倉省官僚となった、栄一の縁で、官営富岡製市場の経営に尽力した。 長女の言うは志願して、その最初の公女になった。明治9年末に、静止状を離れ、翌明治10年から第一国立銀行の森岡支店、仙台支店の支配人などを務めた。その他、衆参の飼育法の研究や性愛法の改良、それらの普及にも尽力した。著書に、三層調査愛作指輪がある。 1901年1月2日、東京市深川区福住町の渋沢、栄一別邸にて死去。去年72、長男の勝五郎康氏は創生し、次男の二郎は、親族の小高高五郎の養子になっていたため、末娘の夫の貞四郎が、婿養子として、家督を継いだ。長女の言うは常実の通り、富岡製糸上の最初の公女である。 次男で言うの弟の小高二郎は、漢学者、銀行家で、渋沢栄一の書室師である文子を妻とした。文子の同母妹の夫である、大川平三郎は、順中の長妹と道の子で、神道無念流の剣豪、大川平衛の孫である。渋沢栄一と共通の孫には、郷土教育家の小高豊作、法哲学者の小高浅夫 東洋美術研究者の小高新之助、社会学者の小高国夫、作曲家、指揮者の小高久忠がいる。総村には、作曲家で同盟の小高純中とその弟で指揮者の小高忠明、また経済学者の小高幸之助、東京女学館短期大学学長を務めた、来る智子、会計学者の諸井勝之助らがいる。三妹の千代は、 渋沢栄一の最初の妻となった。その娘、歌子と、穂積信重の長女は、栄一の甥いの渋沢元春に嫁いだ。同じく三女は、市川三期に嫁ぎ、その一人娘は、野上と与一郎、野上あ子の三男と結婚、娘に、長谷川道子がいる。同じく四男の穂積誠六郎の妻と、小高浅夫の妻は、 それぞれ茅谷イチの次女と四女である、テレビドラマ映画、ありがとうございます。